しました。天气好好哦，今天终于没有下雨了。谢谢快活俱乐部さん。我现在人在富山かな。今天也，我打算要去东京。今天天气，我们早餐要不要吃肯德基？很多台湾人说日本的肯德基不好吃，我觉得台湾的肯德基比较好吃。我不知道为什么日本的肯德基又小又贵又不好吃。这是蓝莓吗？可以吃吗？刚刚从那个网咖到这里大概30分钟，我已经走累了。エナジー取り込まないと。立木县的下面的栃木県の城市ですね。啊，やばい、疲れた。啊，出て。すいません、ありがとうございます。どこの辺まで行きます？どこでも。どこまで行きたいですか？東京を目指してできる。東京？すいません、お願いします。今日はお仕事ですか？一応仕事です。自営なんで。じゃあ地元の方ですか？いえ、僕宇都宮市です。看板屋です。看板作ったりキューブルドア作ったりステッカー作ったりして。何もなければ東京まで行ってあげるといいんですか？いや、それはそれじゃ面白みがなくなっちゃうもんね。目的地ってどこなんですか？東京。東京のどこでも。自分札幌から来てて、ヒッチハイクで。札幌、嘘。嘘でしょ。目的地は沖縄か鹿児島。いいな、楽しそうで、俺もやってみたいですけど。朝とか食べられました、ご飯。僕は今日一食も食べてない。お腹すきました。あ、そうなんだ。お食事ご一緒します。します。なんか食べますか。普段とかって自炊とかされますか？いや、やっぱり女性と住んでた時期なんかあったんですよ。5年間僕が昼のお弁当と晩ご飯作ってたんですけど。え、すげえ。ええ、わけありましたね。質問とずれてますけど面白いですね。なんでもそれ以降なんかちょっと女性に対する不信感じゃないですけど、結局また裏切るんじゃないかっていう億劫になっちゃってるっていうか。じゃあ今すみません、おいくつですか？僕ですか？はい、38です。どういう意味で。これなんすか？ネギラーメンです。こっちも普通のラーメンです。サイズ感が全然違う。これ餃子が3個ですね。これ8分目ぐらいまで行ったら僕にバトンと。わかりました。これは青ネギラーメン。これなんでスプーンが2つあるんですかね。ネギすくって食べるよ。いただきます。うん、うん、麺もちもちですね。ネギ入れます？余ってるんで。まとめて入れちゃっていいですか？あ、いいですか。でもなんかあっさりしてるから、この量でもスルッといける人はいけるんですかね。台湾とか行かれたことありますか？ふわっと食べます。あ、そうなんだ。恋愛遍歴をすごい暴露してるみたいな。あ、全然流しちゃってください。最終的にコビットボイスになってください。台湾人の方来ますよ。台湾人の方はすごい愛情表現もすごいストレートな方多いかもしれないですね。そういうのはあんまりないんですか、好みを。裏切らなければそれ。口ネギでいっぱいなんじゃないですか。この後女性と会う予定とかないですもんね。ありがとうございました。楽しかったです、めっちゃ。ありがとうございました。はい、我现在人在这里是茨城県の古河市っていうところにいます。しんちゃんの春日部市ですね。因为前面有那个可以停车的位置，这个地方最适合搭便车，我觉得很快就找到车。行きましょう。あれ、え、おかしいな。奇怪、意外的找不到耶。こんにちは。どこまで行かれますか？春日部まで行くよ。あ、本当ですか？うん、今は春日部に向かってる途中ですか？そう、会社戻る途中なの。春日部でよければそっちまで乗せてってあげるけど。すいません、大丈夫ですか？うん、だって止まっちゃったの。昔はね、なんかあの林だからよくいたけど、今時しないよ。いくつなんですか？24です。若いね。どこから来たの？札
幌から始めてるんですけど。あ、そうなの。出身が向こう、はい、出身は長野ですね。またまたすごいとこから。この動画なんですけど、あの台湾人の方に向けて動画撮ってて。ニハオって。ニハオ。ハウジブジェンラって。おお、すごい。中国語ご存知。いい点点。昔の仕事で広州とか行ってたから、台湾行ったことないんだよね。多いからね。何のお仕事をされてるんですか。今はね、新築の家って買うと網戸とか何もついてないのね、はい、でそれのなんていうんだろう、オプションっていうのかな、それの営業、はい、昔がやっぱりテレビ番組でそういうヒッチハイクのが流行ったのよ、電波少年とか、はいはい、そういうのの時は結構ヒッチハイクしてる人いて、もともと僕東京の出身なんで、ここでやっぱりたまに乗せたりとかしてたけどね。今はね、世の中がこういう時代になってしまったから。あ、そうですよね。久々見たの、はい、いやすごいね、一人でずっと。みんな優しい方が多くて、本当に。じゃあずっとこのお仕事されてるんですか。いや、あんまり言うとあれだけど、前の仕事はもう忙しすぎて、夜寝る時間もない、体力的にもって言って、はいはいはい、それはなんで埼玉に。あなたもこれからいろんな人と出会って、はいはい、J-FUN? J-FUN って言うの。あー、J-FUN、うん、で、ただまあその仕事が忙しすぎて、はい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 、家帰れなかった、ほとんど。例えばまあ夕方仕事終わるじゃないですか。一回家帰ってご飯食べてシャワー浴びて、でまた会社行った。夜中も仕事してた。そんな仕事してたら奥さんはいつの間にかいなくなっちゃった。あ、うん、そう。それで今一人が。まあ人生いろいろだよね。でもまあ、例えばね、ほら一期一会って言葉あるじゃないですか。でやっぱりね、今日鈴木さんとも会えたのもそうだけど、まあ、人生タイミングだと思ってるし、はい、たまたま僕あの時間にあのタイミングであそこ走ってて、たまたまあなたがカスカベって持ってたから人生そんなもんだよ。結構転職とか、はい、まあ、多いは多い方なのね、はい、なんだけど、やっぱ人生の節目で結構いろんな重要な人と会ってて、はい、その人の縁で仕事が変わってたりとか、やっぱり人の付き合いとかそういうの、はい、大切だなと思います。僕は人生タイミングだなと思ってるし、なんかこうやってヒッチハイクしてれば、はい、今時珍しいなと思って止まっちゃうのね。ちなみに昼ご飯は何食べられました。昼はね、台湾料理食べして、はい、今日チンジャーロース。あー、はい、たまたま台湾料理食べてたよ。なんか偶然というか、偶然だね。びっくり。ありがとうございます、うん、本当。まあなんかまた気軽に連絡するよ、はい、まだこれからいろんな人と出会うと思う。楽しかった。楽しかったです。うん、顔しん顔しん顔しん。また会うかもしれないから、在人在人在人。じゃあ頑張って。はい、うん、じゃあよ。じゃあまた。じゃあまた、はい、ありがとうございました。我现在到了这里是山田うどん食堂。刚刚的那个Hiro さん推荐给我的地方。还没到六点，有可能是时间的关系。现在这个店里没有什么客人。对，好多种哎，荞麦面啊，乌龙面啊，还有什么咖喱，还有饺子、炒饭子。お待たせしました。カレーうどんになります。失礼します。いただきます。就是很像那种咖喱饭的咖喱，它的味道好浓，面条好像比较软一点，没有那种口水。ありがとうございました。おー、しんちゃん、ようこそ春日部。我现在是道の駅ですね。然后我听到马大家这个声音，对。已经结束了。刚好我到的时候就关了。こっからどうするか。为什么今天那么累？这里カスカベ的路都是比较窄，真的很难走哎。なかなか進まないんだよな前に。これが旅ってやつか。うまくいかない時ってなんでこんな多いんだろう。まあ、もちろんこの旅は本当に皆さんのそういった親切な行為とかで成り立ってる旅だと思ってるんで、辛いなとかしんどいなとか思う時でも感謝を忘れずに、出会いとかそういうのはもちろん大切にしたいですし、そういうのも楽しみつつ、やっぱり台湾の方に日本のこととか物とか文化とかいろんなものをお伝えできると思うんで、いつもご視聴ありがとうございます。なんで急にこれ言い出した。
タジャオ越谷市。そうですね、今ヒッチハイクしてて、俺もずっとあのコロナ始まる前地球3周ぐらいしたんですよ。今何されてるんですか。もうずっとなんかそこら辺クラクラしてますびっくりした。ちょっと東京行きたいんですけど。そこからチャリで行けば信号一個なしで映画まで行ける。あの東京はもうチャリ。あ、チャリ。今日俺んちの番組。俺んちの番組。我现在旁边有那个陌生人，刚刚找我聊天，然后旁边的人应该不是很怪的人。一旦近いですか？近いです。あ、じゃあ今家行ったらご両親いるんですか？あ、いるけど大丈夫。他刚刚问我要不要住他家，我现在犹豫要不要去他家住，他是不是坏人啊？すいません、今あのファミマのトイレの中にいます。で、多分皆さんも思ってると思うんですけど、ちょっと変な人についていくの本当にやめた方がいいよって思ってる方もいると思うんですけど、一回行ってみます。それでダメだったら帰ります。じゃあ行きます。一旦行ってみて、おいしいお茶飲みましょう。おいしいこれだけ言ったらすげえ怪しい匂いしかしないんですけどすいません失礼します。这个是什么情况？我现在在陌生人的家。すいません、あの鈴木と申します。で、あの元々東京に行く予定でいたんですけど。あそこの前でヒッチャイクしてて、ちょっと来てよって俺が頼んだの。一晩明日明日ヒッチャイクして東京に。すいません、夜遅くに申し訳ありません。おやすみなさい。母ちゃん気まずくないですか。なんでそんな気まずいですか。わかんないです。知らん茶ですよ。これが鹿児島のお茶です。ここが川崎さんの部屋ですか。いや、普段の部屋は上です。ここはどういう部屋ですか。なんか物置きみたいになっちゃいました。あんま話さないですか。じゃあ行かれたことで、まあ、行こうと思ってたんですよ。今コロナになっちゃって、はいはいはい、今はもっと行っとけばよかったなって。そう、めちゃめちゃ怖くて。何が怖いこれがすか。いや、そうですよですよね。ちょっと天ぷら温めるの忘れて、お米を温めてきたんですけど、はい、天ぷら、いただきます。母ちゃん元管理業者の手作りです。お母さんのこれ手作りですか。あ、そう、うまい。なんかこんなのいただいちゃって。お母さんうまいですね、お料理。え、これお母さんが作られたやつですか。自家製です。うん、ご飯に合う。一応晩ご飯食べたんですけどね。食いたそうな顔してる。ちょっと風呂も入らさせていただきました。寝ていいですか。アニメ見るからです今日も一日ヒッチハイクの動画に撮ってました。ありがとうございます。おやすみなさい。すいません。おはようございます。昨日来るのが遅くなっちゃってすいません、挨拶遅れたんですけど、鈴木と申します。自分ヒッチハイクしてるもので、道で立ってたら川崎さんにうち来ないかってことで呼んでいただいたんですけど、すいません挨拶遅れて申し訳ございません。お世話になりました。ありがとうございます。はい、失礼します。よいしょ。すいません、お邪魔しました。肉まんどうぞ。マジですか。小田沢さん、なんか最初はすみません、疑って。いやいや、そう当たり前のことです。めちゃめちゃ怖かったんですけど、あの一晩泊めさせていただいて、こんな経験日本でするとは思ってなかったです。またなんか、もしくは何かあったら帰ってきてもいいですよ。今日どうしても見つからなかったらもう一回ピンポンします。しばしの別れ。ありがとうございました、昨日お世話になりました。じゃあ行ってきます。ありがとうございました。早く返す、便事。緊急事態、Wi-Fi が繋がらない。親中、ビアドカフェティン。見るか。2:30。我现在全日本最想去东京的人。我今天一定要到东京，不然我真的
要用走的去东京哦。あ、はい、そうです。東京のどこまで行きますか？東京のどこでも。東京入るくらいまで一緒に行きますか？あ、本当ですか？はい、ありがとうございます。やってるの見えて、やった、よかった。副乗っちゃっていいですか？あ、すいません、お願いします。ちょっと先に荷物、札幌から始め、行ってます。すいません、お願いします、よかった。なんか、はい、大学の一応あの、YouTube ってこと。今はあのお仕事を、今仕事中なんで。あ、そうなんだ。お疲れ様です。ほとんどヒッチハイクオンリーですか？そうですね。何を目的としてやるんで。もともとヒッチハイクやる予定なかったんですけど、一、はい、回やってみたらなんか面白いなと思ってじゃあもう一人で。そうですね、 YouTube 撮りながら。お二人は建築関係の人、現場と、あとちょっと営業で、今もう二人で疲れちゃったんで、はい、合流してうろちょろしてたら、あ、そうなんだ。あれなんかやってるね。どんくらいだ、2時間ぐらい経ってますけど、なかなか東京方面見つからなくて。いや、ほんと助かりました、ありがとうございます。動画ちょっと台湾人の方に向けて動画撮ってて、多分日本人の方あんまりいないと思うんですけど、はい、行ったことありますか、台湾とか？いや、行ったことない。ただ行ってみたいっていうのはありますけど。あ、台湾タピオカイメージですよ。台湾って言うのは渡辺直美。あ、だってこっちの方で大体台湾料理多いよね。多いですね。どうですか、埼玉見かけますか、台湾料理？うちに自分が住んでるマンションなんですけど、その隣に、はいはいはい、台湾料理屋で食べに行きます。えー、向こうでは人気の YouTuber、はい、人気ではない売れっ子の、まあ、もしかしたらなるかもしれないですね。すごい到着です。ありがとうございます。上野駅で頑張ってください。ありがとうございました。お疲れ様です。頑張ってください。おぞいだ、俺どんじん。あー、すぐ方面助数3位へ通算。さっきのお二方本当にありがとうございます。マジ助かった。全体通れば青通れん。下次的影片就开始，我在东京拍的影片，先休息一下，影片就到这里，下次的影片见。